おはようございます。あ、お疲れ様です。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。え、どうしたんですか。いや、ちょっと白井さんに用事がありまして。なるほど。あのちょっと急なんですけど、ピンマイクつけてしまうんですか。ピンマイクしてて。なんで。大丈夫です。あのマネージャーさんにはちゃんと確認取ってますけど、あのそのままピンマイク。え、ちょっと待って。お疲れ様でした。いや、全然全然。ちゃんと許可取ってますので。あ、許可。あ、白井さん。そうなんですね。ご実家帰ってます。いやー、最近ちょっと年始に帰ったっきり、それっきりです。まあまあまあ、そうですね。実家佐久市っていうことで。あ、はいはいはい。全部調査してるんですけども。ええ。これから帰りましょう。これからいやいや、もう夜ですけど。いや、もう夜佐久市の方に。もう今から帰っていただいて、ね、いや、衣装を明日出すの衣装あの思い出の学生うわすなんでですかうわ学生服明日出すうわ一応事情をお話しますんでうわあとで車に帰っていただいて今一緒に車に乗ったんですよいや車で本当ですか車これから車で今行きますよじゃあ行きますじゃあ、あの車なんで。なんすか？なんの？桃。むちゃくちゃじゃないですか。うん。おはようございます。桃。今一気に寝れました？まあ、実家で。しっかりちゃんと学生服。これ寝ましたけど。着てらっしゃいますね。はい。似合いますね。意外といけますね。意外といけますよね。まあ、いや、あのなんで学生服に。実はですね、この後白井さんのあの卒業された母校に。こうもう年季入ってますね。16年前ぐらいですね。16、7年前ぐらい。で、確かね、ここが山岳部の。ほら、信州の山に登り学び続けるって書いてあるもん。まだ山岳部がまだここにあるってことでしょ。今日は閉まってます。閉まってますけどうわ合ってた場所。去年の月日もあれですね、ちゃんと覚えてられるぐらい、覚えてました。もう本当にね、まあ、部活で何をする部室になったのか。ああでもこの辺にいた記憶あるな。この辺にいた記憶結構あるな。一番後ろ。はいはいはい。当時もう僕結構ここの席にいた記憶は結構ありますね。ああ。でもずっとこうサボってなんか寝たりとかなんかこう寝てください。落書きしたりとかっていう。うわあ。これ学校。暑い。今学ラン着てるからかもしれないけど。そうです